7月5日、金曜日6日、土曜日7日、日曜日の3日間、モンゴル時間にわたってモンゴルのウランバートルにて開催された 2024IFBBA ジアンチャンピオンシップスモンゴリア以下アジア選手権 JBBF ・公益財団法人日本ボディビルフィットネス連盟からは国内外で実績を残してきた計23名の選手が日本代表として戦い 金メダル10個、各階級で9個、オーバーオール1個、銀メダル8個、銅メダル5個、というメダルラッシュで幕を閉じた。オーバーオールを含む写真、メンズフィジークアジア王者、ほかまひろや選手の絞り込まれた肉体中でも、メンズフィジーク 176cm 以下級に出場した外ひろや選手は階級優勝。その後、全階級の優勝者同士で争うオーバーオール戦も制し、 メンズフィジーク総合優勝に輝いた他間選手といえば何といっても国内のメンズフィジーク選手で随一とも言える溝の深いはっきり割れた腹筋の持ち主得意の腹筋を存分に生かしつつ細部まで絞り込まれた体でアジアのオーバーオール王者の称号を手繰り寄せた また、昨年11月にスペインで開催された IFBB 世界ボディビルフィットネス選手権でクラシックフィジークジュニアの部とクラシックボディビルジュニアの部の優勝に輝いた川中健介選手も、勢いそのままにボディビルジュニア、クラシックボディビルジュニアの部で見事優勝。昨年、メンズフィジークからクラシックフィジークへと主戦場を移した期待の若武者が、アジアの地でも存在感を存分に発揮した。 日本選手団の結果は以下の通りボディビル川中健介ジュニア1 6 23歳優勝赤澤紀明マスターズ50歳以上2位 60kg 以下級2位土金正美マスターズ50歳以上第3位